はい、後藤てるきです。今回の動画は、ストレスとうまく付き合う、ためには、うまく付き合う方法みたいな話をしたいと思います。ストレスっていうと、ネガティブに捉えがちだと思うんですね。うわ、ストレス嫌だなとか、もう、マイナスに考えたりとか、最悪や、みたいな思ったりすると思うんですけども、一般的には。でも、そう思っちゃうと、ネガティブになっちゃうと思うんですね。ストレス嫌だなと思うと本当に嫌になっちゃう。嫌だなと思って過ごしているとミスを起こしたりとか、ちょっとイライラしちゃったりとか、本当に嫌なことが起きる、トラブルが起きる、ハプニングがあるとか、そういうのがあると思うんですけども、なのでストレスを感じた時に、わ、最悪だな、もう本当にどうしようとか思うんではなく、ネガティブに考えるんではなく、そのストレスを自分の成長の過程、試練として、捉えると、ストレスとうまく付き合うことができると思うんですね。なので、ストレスが来たら、その課題をクリアする、課題をクリアしたら自分がレベルアップする、成長する、そういったものに捉えるといいと思うんです、ストレス。もちろん、そのストレス戦うっていうだけじゃなく、例えばストレスがあった時に逃げるだとか、一定の距離を取るとか、いろんなやり方があると思うんですね、ストレスとしても。なので、自分にとって今、じゃあストレスと向き合った時にどういう、方法で向き合うがいいか。で、もしね、それ戦わなかったからマイナスって考える必要ないと思うんですね。レベルアップしなかったって考える必要ないと思うんですね。ストレスがあった時に逃げる。じゃあどうやったらうまく逃げられるか。どうやったら穏便に逃げられるかとか、うまく逃げられるか。そういうのを考えるっていうのも大事だと思うんですね。で、距離を取るにしても、どうやったらストレスと距離をうまく取れるかとか、そういったことを、考えることもできるんですね。だから、戦わなくても、逃げたって、いろんなやり方があると思うんですよね。ストレスと言っても。なので、ストレスともう本当に戦わなきゃいけない。これを乗り越えなきゃいけないっていうふうに思わずに、ストレスがあった時に、どうやってこのストレスと向き合って処理していこうかっていうことでいいと思うんですよ。で、その一つ一つが経験になると思うんですね。戦った経験、逃げた経験、距離を取った経験。まあ、もう三択しかちょっと今出してないんですけど、いろんな選択肢があると思うんですね。まあ、戦うにしても、すごい積極的に戦うとか、消極的に戦うとか、いろんな戦い方もあると思うし、その一つ一つが本当に貴重な経験だと思うので、どれをとっても、成長、レベルアップすると思うんですよ。なので、ストレスを感じたときに、じゃあ、このストレスと自分はどうやって、向き合って、どうやって乗り切ろうとか、乗り越えていこうとか、処理していこうって思うと、いいのかなと思います。そうすると、ポジティブな考え、捉え方になると思うんですね。ストレス嫌だな、とか、ストレス、あ、来た来た来た、じゃあ、今回はどうやって、このストレスと向き合って乗り越えていこうっていうふうに捉えるといいかなと思います。人間生きてると本当に試練の連続だと思うんですね。人生生きてる限り。ストレスなんてもう本当に毎日のようにあったりすると思うんですよ。で、その都度ね、本当に、わ、嫌だな、嫌だなって思っちゃうと、本当人生自体が嫌になっちゃうと思うので、そのストレスがあった時に嫌だなって思うんじゃなく、このストレスを乗り越えて、自分レベルアップしていこうって思うと、今までね、気になってたストレスが、気にならなくなったりとか、そういうことになってくると思うので、前向きにポジティブに捉えられるといいのかなと思います。ということで、今回はストレスとうまく付き合う方法、うまく向かう、なん、まあ、いいわ、いいわ、ストレスとの向かい合い方みたいな話でした。ということで、以上、後藤てるきでした。ご視聴ありがとうございます。お前ら愛してるぜ。